コフトライコールヤルベは、エストニアの北東部にある同国第四の都市、自治体。コホトライアルベなどとも表記される。1924年に設立され、1946年に町となった。オイルシェイルが産出されることから、大鉄石油製品メーカーが軒を連ねている。市民は、エストニア民族であってもロシア語を防護としており、1990年代に、 公用語がエストニア語となった後も日常生活ではロシア語が用いられている。コフトライコール・ヤルベの歴史はエストニアの主要な鉱物であるオイルシェールと密接に結びついている。現在のコフトライコール・ヤルベには高中生から存落がいくつかあった。デンマークの文献には1241年にヤルベ、村とククルセ村がそれぞれゼロヤスクッカースとして 1420年にソンパ村がソエンペとしてそれぞれ初めて登場する。オイルシェール採掘業の始まりを記念するモニュメント、古来より住民たちはオイルシェールの可燃性を認識していたが、その産業化は20世紀に入って始められた。1916年にオイルシェールが燃料のみならず、化学工業の原料としても使えることが研究によって判明すると、 ヤルベ村近郊で採掘が始まった。1919年に国営オイルシェール産業株式会社が設立されると建工や露天放りなども導入され事業は拡大していった。1924年にオイルシェールの抽出工場がコフトラ駅近くに建設された際、近くの村落はコフトラヤルベと名付けられ発展していった。第二次世界大戦中、 エストニアのオイルシェール産業は特殊で成長した。エストニアを占領したドイツ軍はこの燃料に着目したが本格的な採掘はできなかった。アフトメ地区の住宅地戦後、新たにエストニアを支配したソビエト連邦はオイルシェール産業を急成長させるため絶えずその規模を拡大するよう命じた。採掘地帯で最大の損落であった。 コフトライコールヤルベは1946年6月15日に施政施行された。それから20年間、コフトライコールヤルベは近隣の村落との合併を繰り返し、現在の奇妙な境界線が出来上がった。人口は労働者を主として増加し、1980年に9万人を突破した。ソ連が崩壊し、エストニアが独立を取り戻した1991年に、 ゆふビ、きびうり、プシの各地区がそれぞれ別の町として分立したため、コフトライコールヤルベの面積は縮小した。オイルシェールの採掘、抽出量も1990年代を境に、急激に減少し、県内の高い失業率も相まって多くの市民が首都タリンやロシアに移住した。コフトライコールヤルベの各地区は、県北部のあちこちに散在しており、 その中でも、ヤルベと、シルガラは3 0トルも距離がある。町は、以下の6つの行政区に分かれている。各地区の番号は、右の位置図に記された番号と対応している。アフトメやるべクックルセウォルソンパー。ありがとうございます。